日本の豪華客船を海賊から守る自衛隊がいる。アラビア半島とソマリア半島に挟まれたインド洋アデン湾。アデン湾では長年ソマリア海賊による襲撃が問題視されている。自衛隊を含む各国部隊の対処で徐々に被害件数は減少しているが、現在も危険な場所であることに違いはない。2018年4月。 日本最大の客船アスカ2は世界一周クルーズを行う上でアデン1を通らなければならなかった。しかしいつ海賊に襲撃されるかわからない。そのため、海上自衛隊がアスカ2の護衛任務を行った。アスカ2の護衛を担当したのは、海上保安官8名を含む210名が上官した第29次隊瀬戸切り。アデン1通過の際、 護衛艦瀬戸りと哨戒機で、アスカ2の周囲の安全を確認していた。少しでも怪しい船が観測されると、瀬戸切を増を遅くさせ、海賊ではないかを判断。慎重にアデン湾を進んでいった。そしてアスカ2は無事にアデン湾を渡ることができた。その時、アスカ2に向かって、 瀬戸ギリ乗組員が手旗信号で送ったメッセージは帰船の暗号を祈る。アスカ2は答えるかのように見守ってくれてありがとうございますと書かれた垂れ幕を掲げた。護衛任務を遂行した後、アスカ2の小上隆船長から、護衛艦瀬戸ギリの皆様へと書かれた令状が届いた。そこには危険な周辺環境の中、 船を守り抜いてくれた瀬戸義理乗組員への感謝の気持ちが綴られていた。この度の戦断ご衛、誠にありがとうございました。海賊行為が一時のピーク期に比して激減しているとはいえ、当該エリアの航行にあっては、お客様をはじめとする私ども乗組員の不安も少かなからず残っていた中、期間や紹介期にご衛いただけたことは、 本当に心強く、大きな安心感へとつながりました。高校中、小型船が選手方向に認められた際には、機関が直ちに増速され安全性をいち早く確認していただき、我々の横で高校を見守ってくださいました。これがもし単独高校であったなら、その不安感は計り知れないものだったであろうと容易に想像がつくところです。 最後のお別れの際に、期間の原則に整然とかつ勇ましく立ち並ばれた乗員の皆様による、当厳令にはお客様はもちろんのこと、乗組員にとって生涯忘れられぬ思い出となりました。皆様の熱き思いと守り抜くぞという強いご意志のもと、最後まで安定的にごくださったおかげを持ちまして、アスカ2は無事にアデン湾を航行することができました。 ここに心より感謝の意を表します。皆様におかれましては、厳しい環境下におけるそれぞれの任務を無事に終えられ、元気に日本にお戻りになられることを記念いたしております。海外で日本国民が危険な目に遭わないよう、自衛隊は黙々とこのような任務を行っている。まさに守護神。 もっと報道されるべき海外でもこんなに活躍してくれているだなんて。といった惨事の声がネット上で広がっている。決して大マスコミは取り上げない。自衛隊を賛美することは武力な気平和を追求する国民の意思に沿わないと言いたげだ。